お出かけの予定はお早めに。2021年10月の開運スポット情報。はい、はい、毎月月末頃になると、来月ですね、その翌月に行くと運が向くよという開運スポットをお知らせしております、うん。で、他のいろんな開運法なんかもそうなんですけれども、現実的なその目的があって動くであるとか、何かその楽しむ娯楽の意味があるとか、それはそれで普通に占いとは別に考えていただいてよくって、はい、ここでお知らせしているのは、そういうものとは別に開運効果もプラスアルファで見込めるよということでご紹介してますので、うん、くれぐれもそこ以外行っちゃいけないんだとか、はい、そこ以外に行くと運が悪くなるんだとか、うん、そういうふうには考えないでください。はい、はい、とは言いながら実はここのところですね、あんまり遠出できないこうね、世間の状況となっております。はい、でこれそれをね別にこう忖度してるわけじゃないんだけど、ちゃんと毎月毎月占っているんですが、はい、実は来月10月もですね、あんまり積極的におすすめできる場所なしみたいな答えになっちゃったんですよ。だからまずはよっぽど緊急要件じゃない限り、はい、本当に不要不急の外出はお避けくださいみたいな状態になっちゃってるんですが、はい、ただそれでも何か、出る価値がある意味があるんだという方はですね、はい、出てきたその答えが孤独な一人旅という、まあ、家だったわけなんですよね。なるほど。でこうなってくると、まずだからみんなでワイワイはダメだよと、はい、行くなら一人で行ってねっていうことになるし、うん、行った先が賑やかな繁華街でもまたまずいわけですよ。あ、そうか、孤独ですね。そうなんです。占い的にはだから一人で誰もいないようなとこ行ってくださいという、はい、何が楽しいんだというですね旅行になってしまうわけなんですけれども、はい、まあ強いて言えば行くんならばそんな形ですし、そもそも論の前提としては、はい、まああまりプラスアルファの開運効果は、はい、10月は期待しないでいただきたいということになってしまいました。なるほど。なんかすごい常識的な答えになっちゃったんですが、一応真面目に占ったものが現実的な答えと一致したということですので、私のせいじゃないからねっていう僕でも意外とそういうの好きですよ。あ、そうです。一人で静かなとこ行くの、それはなんか後ろから追っ手が来るとかそういうやつじゃなくて何にもない、ただそのブラッと一人で誰ともじゃなく、そんなに賑やかじゃない、はい、なんかとこ、本当に後ろ出現とかそこまで遠出はしないですけど今たまにそこで一人で歩いてて、あ、俺芸人向いてないのかなと思うけど、たまにいや一人でこんな静かなとこ好きやってる、なんか演歌の世界みたいですよね。そうですね、暗いとこ歩いたりしますけど、よかったらね、同じ趣味の方は10月 OK が出ましたねぜひ、参考にしてみてはいかがでしょうか。はい、先生今日もありがとうございました。ありがとうございました。また明日ご覧ください。また明日。はい、また明日。